はい、こんにちは、こんばんは。今日はずっとやってきた回転体の体積のちょっと応用版です。ね、Z 軸回転、なんじゃそりゃって。Z 軸回転って普通学校ではやらないですよね。これ実は空間ベクトルの応用になってきます。空間ベクトルと微分積分の融合問題ということなんですよ。さあ、まあ問題はこういうもの、実はこれ東大のすごく昔の問題らしくて、まあ、今ではこういう程度だったら常識なんかなっていうな感じの問題なんですけど、空間内の2点 AB があります。 XYZ 成分ね、いいですね。このそれを結ぶ直線を Z 軸を中心に回転した曲面ね、それと2平面 Z イコール0と Z イコール1で囲まれる立体の体積を求めようという話なんですが、まず基本的にとても大切なことがあるんで、今回はそこから入りたいと思います。考え方のまずね、皆さんももう常識と言っていいのかな、こうまあ回転さ、まあ、Z 軸 Z いらなかったかな、この Z 軸とその直線がもし交わるとすると、交わるね、そうするとその回転体ってどうなるかといえばもうわかるよね。回転体どんな感じかなというと、こういうふうに、ここもこういうふうにね、ここで交わってるから、あとはこう、つまり円錐が2つできます。2つ、上下に2つできます、ね、あ、まあ交わり方にもよるけど、これ真ん中あたりで交わってるけどね、まあ、こうやって円錐ができるというのがまず交わってる時です、ね、で空間内の直線っていうと、交わる場合もあれば平行である場合もある、ね、平行な場合ね、平行の時どうなるかっていうと、これも回転するだけですが、こういうふうにぐるっと回ってこういってで、くるくるくるっとここまで来るわけだ、ね、いわゆる円柱とは円筒になるよね。中が抜けてるからね、円筒になりますよね。円筒で、実はもう一個あるんですよね。中学校の時に聞いた言葉がさっと浮かんでくるかな。空間内の直線の位置関係、交わる、平行、それ以外、ちょっとこれ書きにくいんですけど、ねじれの位置、交わらない、平行でもない、ねじれの位置にあるときにこれを回転させるとどうなるか、それが今回の問題です、ね、今回の問題で、そのイメージとしては、さっきも動画、ネットで確認したんだけど、金沢駅に鼓門っていうのがあるらしいですね。鼓門の有名な、なんかクイズにもよく出てきそうな画像問題ですみたいな感じだね。鼓門の柱がね、このタイプなんですよ、ね、はい。まあ書き方としてはね、そんなに難しくはないんですけど、まず回転中心、回転軸ね、回転軸いきましょうか。で、どうしようかな、どうしようかな、ちょっと回転させたらどっちみち円を描くことに変わりはないので、先に円を描きましょうね。先にこうやって円を描いといてね、例えばこの点と真下の点を結んで、それを回転させたらこれですよ、ね。で、それがこの点とちょうど真反対の点を結んで、これ交わる場合ね。それがこれなんですよね。で、じゃあ中途半端なところで、まあ、例えばこの辺。こことここ結んでみましょうか。うん、ちょっと色変えようか。あ、まあいいや。これで黒にしようかな。まあいいや。これねじれの位置です。ね。これがねじれの位置になるわけ。で、そうすると、じゃあ、これのちょっと真反対に点を打って、これのちょうど真反対にまた点を打って、んで、まあ、ちょっとこの辺かな。これどの辺だろう。まあいいや、ここで、こことここでいいや。手前と奥とね。で、またその真ん中あたりに。ね、ちょうど円周をね、45度刻みで回転させてるようなイメージね。はい、45度回転、まあこの辺かなって感じで。こういうね、お絵描き絶対やってみてね、みんなね。さあ、そうすると、最初こことここを結んでいました。それが回転するところだ。ここに移ります。こちらはここに移ります。で、そうするとこんな風に結ぶようにね。で、次々回転させていくと、今度はこことここか。ね。で、今度はこれとこれ。なんか平行っぽくなっちゃうけど、まあでも、そうなっちゃうな。で、今度はこことここ。ね。で、これ、次はこことという感じで、で最後にこことここを結んで、
こんな感じ。わかる？どんな形してるか。ね、ちょっとこれを、これでいこうかな。上にこういうふうな円盤ができます。ね、円盤ができます。塗りつぶして、ね、円盤ができます。下ももちろんこんなふうに円ができるわけね。で、そして、周りはどうなるか、このサイド。サイドはどうなるかっていうと、実はこれ、こういう感じになるんですよね。形としては。こういうふうに曲面になる。この、曲面。だから、底面、上と下にあって、側面がこういう曲面になってるっていう、そういう体積を求める。で、見たことあるでしょ、この形。さっき言った金沢駅の、鼓門ってやつ。ね、まさに鼓ですよ。鼓、ポンってやつね。よーポンってやつね。鼓。チョコプラのあの、片方が叩くやつ。ね。まあ、そんな感じで、この鼓の形をした立体の体積を求めようという、そういう問題なんですよ。ね、じゃあ実際どうやって解くかというと、実はまず直線の方程式から出します。ね。直線どうしようかな。これ AB にしようか。この最初の直線。最初の直線。ね。これを回転させるわけだな。ね、だから直線 AB の方程式を作ります。ね。直線。AB の方程式。はい、媒介変数 t を用いて。あれ？あ、ちょっと待って。もう媒介変数のことはもうどうでもいいか。実数 t を用いていこうかな。実数 t を用いて、つまりベクトルの考え方でいくわけだ。直線のベクトル方程式。ね。OP イコール。OA プラス。TOAB か。こんな感じで。ね。で、これが XYZ。縦書きの進めっていうのを以前やったことがあるんですけど、ね、成分をね、縦に書いていく。100を100と書いて。で、また間違えちゃった。ね、プラス、t、カッコ。はい、AB の成分は引き算ですから、まずマイナス1。で、1引く0の1。そして、1引く0で1と。ね、これで計算すると、1マイナス t なんかな。1マイナス t。それから、ただの t だね。それから、これも t ですね。と表されます。ね、すなわち、媒介変数表示っていうやつ。t は媒介変数。ということで、x イコール1引く t。上の段。これ、ね、上の段が順番ね。x イコール1引く t、y イコール t、z イコール t と表すことができますと。ね。この直線の方程式なんです。これが。直線の方程式。ね。で、その直線の方程式を今作りました。これが直線を表してるんだっていうことがなかなかピンとこないかもしれないけど、ね。まあ、そういうもんなんですよ。ベクトルの復習してみてくださいね。さあ、それで、じゃあ次何をするかっていうと、切るんですよ。切り口。切り口。どういうふうに切るかというと、例えばこの辺で切っちゃおうかな。上の方ですよ。ここに切ってみようか。ね。そうすると、ここに切り口が、円になるね。円ができます。ね。で、この平面を、z イコール t という平面。で、ここに、ここの中心を t ってことで。なんかちょっと書いてみると、こんな感じね。z イコール t という平面で切ると、切り口は円です。そして、回転軸がここにあるわけで、z 軸があって、ここが t です。ね。つまり、この中心、この円の中心の座標は、0、0、t。で、さっき求めたこれ。はい、今、z イコール t ですから、まさにこれと同じ。z イコール t という、この平面上、ね、の点です。これ。そう考えていいです。ね。で、そして、x 座標が1引く t。このどこでもいいんですけど、ここね。1引く t の t、コンマ t。で、これが半径 r になる。ね。ここが半径になる。その円なんですよ。ね。だから断面積が πr2 乗。
今度は t で表してますから st イコール πr 2乗イコールということを考えていけばいい。でそれを積分するんだよね。どうかな、この時平面z イコール t そのまま使いましょうか。に、との交点でいいかな。で、との交点を、まあ、p とすると、それがさっき言ったこの x 成分ね。p カッコ1引く t、y 座標が t、z 座標が、なんか書き間違い多いな。慌てる必要はないのにね。慌ててはないんだよ、別に。ね、と表され、ね、断面積。断面積、st は、イコール πr2 乗。これさっきのこれね。πr2 乗。ね。で、その r2 乗っていうのは、要するにこれで、この2点間の距離でいいわけだから、2点間の距離の2乗か。ということは、1引く t 引く0の2乗。で、t 引く0の2乗。で、そして t 引く t これ0ですから、もうこれで終わりです。2t2 乗。マイナス 2t プラス1、ね、となりと、ね、でじゃあ v はって言われたら、これを積分すればいいわけだね。 t の関数 t の関数 z イコール t です。平面 z イコール t で、じゃあ z の値、要するに z の範囲を確認すると、 z の範囲がこれですからね。0から1だから、ちょうどこう z イコール0と z イコール1ですからね。だから t も0から、マイナス1に見えるな。0から1と考えてやればいい。ね。後の計算非常に簡単です。このまま書けばいいね。2t の2乗。この積分はもう本当に数2のレベルなんですよね。実は私たちが高校生だった頃は、これは高校2年生でやってました。高2ですでにやってたんですよ。回転体の体積。これもね、この問題も高2の時にやってたんですよ。実は。体積が全部数3に上がっちゃったもんだから、もう今は数2ではこれ扱いませんけど。ね。まあ、あとは簡単だよね。3分の 2t3 乗。で、0、1か。で、答えは、はい、1、もう0は関係ないからね。1、3分の2で、マイナス1プラス1で、あ、消えちゃった。1だからね、両方ね。で、3分の2になって、はい。はい、これが答えと。どうですか？直線を回転させると、円錐ができる。円筒ができる。それから、このパターン、ねじれの位置の場合には、こう、曲面になると。ね、曲面になる。ここなんですよね。まあ、身近なところにそういうデザイン的なものも含めて結構見ることはあると思うんですけど、実際自分で作ってみるといいと思うよ。円盤を2つ用意してね。で、輪ゴムをちょっと切って、輪ゴムをプチッと切って、その輪ゴムをね、ここにテープで貼り付けて、接着剤でもいいや。接着剤で貼り付けて、まずはこうまっすぐ全部ね。まっすぐこうって全部繋いでいくわけ。上と下を繋いでいく。で、こうやって繋いでいって、それを、まあ、このままだったらこの真ん中のやつになるけども、これをちょっと角度をつけて、片方だけちょっとずらしてやると、今回のこいつができるわけよ。ね。ぜひやってみてほしい。ね、やっぱ図形っていうのはね、自分で図を描いたり作ったりしてみて、そして初めて納得いくと思う。これはぜひ工作してみてください。ね。おすすめします。うん。はい。僕は作ったことありますよ。うん。はい、まあやっぱ経験は、やっぱ、力として残るね。はい。ということで、以上、終わりたいと思います。さよなら。バイバーイ。